はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビーシュです。今回は This is a Police 77日目プレイをしていきたいと思います。まず新聞からですね、戦闘航空ショーが郊外で開催と、おもちゃ専門店木馬、おもちゃのトラックを孤児院に寄付、視聴者水不足の解決を誓うということで、メモをね、最後に見ていくと、視聴者マフィアともに、グッドが出ていて、郷にいれば郷に従え。わからないなぁ。いつも通りこのヒントの意味がわからない。なんか、流されろみたいにも思えますけどね。で、コールマンは、徹夜で探偵小説、ネプチューンの最後の勧誘。誘惑ね、読んだのですが、まだ読み終えていません。殺人犯は飼い猫で間違いないと思うのですが、断定できるまで落ち着けません。まずね、この探偵小説を読んでいて読み終わらなくてっていうのと、殺人犯は飼い猫で間違いないって、これね、両方間違ってるんで、これさすがにね、出社してもらいましょう。で、ラケット。友達から動物保護施設で手伝いが必要なので来てほしいと頼まれたと、ごめんな、今日はちょっとダメなんだよ。昨晩、ゴミを出しに行くと、またまた膝がかぶれ起こしてしまったのですが、今朝になって、これ絶対嘘だよな。まあ、でも、病院に行くっていうんだったらね、さすがにそれを止めるわけにもいかないので、疲れすぎてフラフラ、バスティアン、まあいいでしょう。結局のところ、その膝がかぶれたっていう症状をね、実際に見てないんで、まあ、普通に休みたいって言ってくれた方がいいんだけどな、まあ却下しましたけどね。では、まずはマフィアから自分の取り分分の報酬が入ってるので、コカインを売った金の横流し分を受け取りましょう。あとは連続殺人事件ですね。視聴者職員である45歳のマリア・カミラが自宅アパートで惨殺されている事件ですね。じゃあ、これにはラケットと、コールマン、今日ね、休ませてあげられなくて申し訳なかったね。この2人に行ってもらって、証拠の写真をゲットしてきてもらいましょう。おお、今日はイケメンのフロリドとディクソンのコンビが出陣できる体制ですね。シフト A。動物虐待、フリーバーグ小学校。生物学の授業中に歯科医が現れ、生きている。いや、これも絶対嘘だよね。生きているカエルをドリルで八つ裂きにしたと複数の生徒が話したという話ですけど、まあ、これに関してはもう俄然と決定なので見送りましょう。で、公然わいせつ。今度はフリーバーグ大学ですね。大学1年生の学生が授業中にホワイトボードの前に立ち、パンツを下ろしクラス全員の目の前で排便をしたと大学の講師から通報が入った。一種のいじめや通過儀礼みたいなものだろう。まあ、これはじゃあ警官1人、ドレイク、1人で行くんだったらマリニャック行かせますか。大学生にもなると、もうなんかいじめとかもあんまないと思うんですけどね。もう気の合う人たちだけで固まり出すじゃないですか、大学とかになってくると。やっぱりね、小中高はクラスがね、固定で決まってしまってるんで、そのクラス単位でずっと動くんで、まあ、気に入る気に入らない以前にね、いろいろあると思うんですけども、大学になると授業単位でね、分かれてくるんで、まあ、気に入る気に入らないっていう単位でいろいろ動けるようになってくるんじゃないかなとは思うんですけどね。結局、ホワイトボードの前でパンツを下ろした学生がなぜパンツを下ろしたのかっていう、原因というか要因というか、そういったものは分からずじまいで事件は解決されてしまいましたけど、やっぱちょっとはね、気になりますよね、そういう要因、何が原因だったのかっていう。今日はすごく静かにいい感じで時間が流れてますね。マジかっていうぐらい事件ないけど。視聴者ありの人質事件。ピザレストラン、パパカール。気が狂った年配の男が、待ちの列が長すぎるという理由で店員と口論になったと、ピザレストラン、パパカールの店長であるリチャード・レスターから通報。納得がいかない男は銃を取り出して店員の腹部を撃った。他の顧客がパニックに陥り、出口から逃げ出したが、男は空に向かって数回発砲すると、今すぐ食事を終わらせるよう皆に命令した。なるほど。もうこれは、
実際に発砲をしてしまったってことだよね。であれば、3人、さらにスワットチームを出しましょう。で、この直後にね、重大事件が起きたりするんですよね。まあ、ただ、今まだ残り4人警官が署に詰めている状態なので、まあ出せるでしょうと。あとは護送車もまだいますからね。で、宝石店からですね。宝石高騰か。え、ボイド所長、大金を手に入れるチャンスをあなたに差し上げましょう。店に警官2人を送り込んで強盗を止めるふりをしてもらいたいんです。本当に逮捕しちゃダメですよ。強盗は金を持って無事に店から出なきゃいけません。郷に入っては郷に従え。郷に入っては郷に従えか。いや、これはダメだよね。できないな。確かに大金は欲しいけど、50万ドルまでまだ遠いけど。で、ピザレストランパパカールの方の事件ですが、通りからはレストラン内がよく見渡せる。容疑者は隅にあるテーブルで静かにピザを食べている。手元には銃が置いてある。レストラン内には10人ほどの客と。なるほど。どうしようかな。ピザ屋に突入するか、容疑者がレストランを出るまで待つか、ピザ屋に電話をして銃を持った男と話ができないかを聞いてみる。まあ、普通に考えたら突入だよね。今食ってるんでしょ？だって。突入しましょう。大丈夫だね。ピザを食ってる間に突入したわけですからね。さあ、今日はもうこのまま事件起きないで終わってほしいけど、どうかな。おっと、一気に事件ができたね。まず窃盗事件の方から見ていきましょう。シャノン・ウォルドロップは30人ほどの裕福な友人を招待して自宅でパーティーを開いた。パーティーが終盤に差し掛かり、使用人が皿を片付け始めると、シルバーのカラトリーがいくつかなくなっていることに気がついた。まだ誰も家から出ていないので、犯人はこの中にいるはずだということですね。じゃあ、ここはマリニアックに、さらにレイグッド、バーディーの3人を出しましょう。で、おっと、多いね、事件がここに来て。レストラン、ワイズドラゴン。迷彩服を着た複数の男が、大型のスポーツバッグを抱えてレストランに入ってきた。テーブルに案内してもらい、食事を済ませると、バッグから銃を取り出してあらゆる方向に発砲し始めた。これはかなり凶悪性を感じるな。フロリドに、ホークスマン。スワットチームは出せないか。もう一人出せって。じゃあ、ディクソンだな。で、不審人物の方はちょっと確認できてないんですが、退職者のマーサ・ミアから隣人のロベルト・モレリスについて相談があった。彼の奥さんをしばらく見かけていないの。実は昨晩、彼が裏庭で何かを埋めているのを見かけたのよ。だから今日奥さんの居場所を彼に尋ねたら、出張に出ていると口ごもりながら答えた。彼女に何かあったのかもしれない。これはガセネタの匂いもするし、事件の可能性もあるし、いずれにしても警官がいないので出せないですね。最後に事件がラッシュで起きたな。じゃあ、まずはレストラン、ワイズドラゴンの方ですが、ドレイクを、追加で送り込みましょう。で、不審人物の方はというと、その前に窃盗の方ですね。招待客はデザートを食べながら政治の話をしている。犯人を見つけるまで誰も一人帰らせないか、招待客にバッグを持って別の部屋に移動するよう誘導するか、一番怪しそうな容姿をしている男を選んで殴るか、いきなり殴りつけるの？接待客にバッグを持って別の部屋に移動するよう誘導しましょう。で、一人の男がこの状況に耐えきれなくなって、自分は立派で偉い人間だから、こんなバカ騒ぎには付け立っていられないと叫んだ。まあ、男を調べましょう。混乱状態に便乗して客の一人が立ち上がると、こっそり裏口へ向かった。逃げられる前に男を逮捕するか、一体どこへ行くつもりだと尋ねるか、使用人にシャンパンを持ってくるよう頼むか。これ飲みたいだけだ。一体どこへ行くつもりだと言いましょう。で、犯人を捕まえて、警官は負傷したけど大丈夫ですね。結局誰が犯人だったんだ。おお、郊外での不審人物事件はガセネタでしたね。よかった。さあ、もう今日はいいよ。このまま終わってほしいな。レイプ事件が起きてるから、ちょっとこれだけは見ときたいね。あと10秒で警官が戻ってこれるか。で、
自動小銃を確保したんで、マフィアに依頼しましょう。どうだ、あとちょっとだけど間に合ってね。レイプ事件です。マルエナ・パブラクは近隣のアパートから騒音と叫び声が聞こえた。すべての会話は聞き取れなかったが、見つけてやる。そしたら永遠にですね、お前の口を封じてやるからな、このクソアマと男が口走っているのが聞こえた。パブラク氏によると、その男はいつも警察沙汰を起こしていて、よく銃を携帯しているらしい。危険人物だな。一応じゃあ警官を派遣しましょう。こいつらも2人なのに3人行かないとダメっていう輩だな。まあ、事件的にはもうこれで終わりのはずですね。時間的に2時になりましたからね。まあ、今日も朝の7時から、まあ、このまま行くと3時まで働くことになりますけど、3時で時間を止まってるけど、本来時間が進んでるとすれば、おっと、アパートの中には涙を流しながら裸の状態でカウチに横たわっている女性がいる。隣には銃を持った男が立っていて、警察に銃口を向けている。まずは容疑者を撃つか、急いで女性を助けるか、武器を捨てろというかですね。まあ武器を捨てろだな、普通は。で、犯人も捕まえましたと。よしよし。では、これで勤務終了していきましょう。今日もだいぶ働いたな。はい、というわけで77日目、プレイしてきました。いかがでしたでしょうか。もうちょっとここのところね、ストーリーが進むっていうよりかは淡々と事件をさばいていってる感じはしますが、まあ、司会が起こしたと思われる事件にはね、順次いい警官刑事を派遣していっていますので、もう少したらもしかしたら進展があるかもしれないかなと期待しつつ、次回は78日目プレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況とあと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。